2.5 層って書いてるんですよ。この点5っていうのがすっごい重要。0勝2敗ノースエースさんに今負けております。このままほっとけば必ず劣化してくると。はい、本日ですね、ディスりまくったノースエースのマウンテンパーカーが数年後どうなってるかという結果発表していきたいなと思います。ということで、ノースエースさんにね、いろいろディスりまくっておりました。このマウンテンパーカー買わん方がいいですよなんていう話してたんですけど、このマウンテンパーカー全部どんな季節でも着れる。夏以外は全部着れるし、もっと言うなら防風、そして防水、それ以外にめちゃくちゃ軽い、値段もお手頃なんですよ。どこが悪いとかあんの？今話聞いてる限り全然悪いとこ一個もないねんけどってことなんですけども、実はこれ以前も動画こっちのサムネイルある通り、デメリットっていうか、こうちょっと劣化していくんですよみたいな話したと思うんですよ。で、映像ある通りすごいボロボロなってましたよね。で、これがまあ僕の視聴者さんの、まあ、僕のカメラマンのやつなんですけど、カメラマンのやつ借りて紹介はしたんですけど、そうなん、このジャケットってそんなボロボロなんのっていうのを分かった上で買うのと分かってない上で買うのではだいぶ違いましたよねぐらいで終わったと思うんですけど、じゃあその買ったやつ、僕が 3,4 年前に買ったやつがちょうど 3,4 年中と劣化する時なんですよ。で、これ劣化してるんかっていうのを一緒に見ていきたいなと思います。それでもし劣化してたり劣化してなかったらもう対策っていうのも一応あるし、今対策してるからいけてるんちゃうかなと思いますし、それ以外にもフューチャーライトっていうのがあったりとかするので、これは実際どうやったかっていうのも4年前ぐらいに、これ未来になって見やな、わからないですねって言ってたんですけど、これはこれでやっぱりちょっとこのモデルたちと違う方っていうのが分かりましたので、見ていきたいなと思います。まず最初っていうのがですね、こちらスクープジャケットっていうジャケットです。このスクープジャケットなんですけど、まあ、これがね、劣化するシリーズの中では一番値段がいい値段、33,000円になってるんですけど、これは結構いろんな機能あるんですよ。それこそベンチレーションがあって、ここ熱くなったらここキュッて快適に開けてあげるだけで快適になったりとか、あとジップインジップっていう裏側にこのジップを重ねてフリースとかをひっつけることができるとかっていう、しかもそれユニクロのフリースもできるし、島村のフリースもできる、そんなことノースエースできんのっていう話もあったりはしたんですけど、まずこれが劣化アイテム一つ目ですよね。じゃあ裏地見ていきましょう。これどこが劣化していくってことなんですけど、あれ特に劣化してないよねと、どこ見てもボロボロ剥がれてる感は今のところはないですよね。あ、タクゾー、お前嘘吸い取ったんか。結局はホラ吹きみたいな顔してるけど、やっぱホラ吹いとってんなって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、確かに今のところは現段階で劣化っていうのは特に見られておりません。これ言うと、いや、お前着用してへんから劣化してへんねんでっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、これね、着用してなくても劣化はします。以前の動画でも言ってるんですけど、なんで劣化するんかっていうと、商品ページゴールドイン見に行ってください。表地裏地って書いてるところに 2.5 層って書いてるんですよ。この点5っていうのがすっごい重要になってて、 2.5 って言ったら嘘つけないんですけど、ちょっとその話する前に先にこれドットショットいこうか。このドットショット、これが多分一番人気あるんちゃいますかね。この3つの中で言ったら、とにかく人気っていうと、ノースエースが欲しい、しかも防水ジャケットで、しかも安価な値段で欲しいって言ったら真っ先にこれが上がってくるんですよ。なんでなんかっていうと、22,000円なんですね。ノースエースのこのゴアテックスって入ってるモデルになってくると、大体40,000円ぐらいしてくるから、ちょっと普通に40,000のマウンテンパーカーなんか着いひんしな、2万でっかって言って買っちゃうんですけど、これも一応劣化対象ということになってますけど、どうでしょうか。裏地見ていきましょうか。特に首元とかが劣化しやすいとかっていうのが以前動画でもありましたけど、特に劣化してポロポロ剥がれてくる様子はなさそうですね。裏側も見ていくと、これもなっておりません。そして逆の腕も特に劣化などはございません。非常に綺麗な状態で、保管できております。0勝2敗でノースエースさんに今負けております。本当に申し訳ございません。ディスりまくってね、今のところは劣化してないという状態になっておりますので、そう、最後はね、ベンチャージャケットっていうジャケットで、これが一番値段がお買い求めやすい、18,700円。このベンチャージャケットも劣化するやつなんですけど、これが一番生地が薄いので、まあ、これから春夏とかに向けて、まあ、夏梅雨時期とかやったらこれを羽織っておくと全然防水で雨とか梅雨とかにも濡れないですし、あと軽いので持ち運びとかもめちゃくちゃ優れてるんですよ。お前なんか言ってことちゃうやんと、さっき言ってた劣化するから買うなとか言ってたけど、もうええんかいってことなんやけども、ええんかいって言われたらええことないんですよ。ちょっと一回ひっくり返しましょう。これどうなんかっていうと、劣化はしてます。ちょっと見てみましょう。ポロポロ剥がれたりとかはしてないですね。あ、大変申し訳ございません。ノースエースさん、僕ディスりまくっておりましたが、全く劣化しておりません。多分4年ぐらい経過したんちゃうかなと思うんですけど、購入してからコロナ時期に買ってたはずなんで、4年か3年か忘れたんですけど、今のところ劣化はしておりません。じゃあこれでノースエースのこのドットショットもベンチャーもスクープも全部買っていけるやん。ちょっと待ってください。これはまだ早いですよ。っていうのも、僕の買ったジャケットは劣化しておりません。理由が実はあります。なんでなんかっていうと、僕これ対策にも実はなってくるんですけど、クローゼットをそもそも閉めてないんですよ。クローゼット閉めへん。なんでクローゼット閉めへんのっていうのが一つ。で、二つ目っていうのが、除湿機を買ってるんですよ。わけわからない人からしたら、何の話が二つ行われたのかわからへんけど、わかる人からしたら、なるほど、それは確かに劣化しづらくなるわっていうことなんですけど、劣化って言ってますけど、この映像見てもらったらわかる通り、劣化してる時ってすごい見るも無残な状態になってるじゃないですか。で、この 2.5 層って、これ何なんかっていうと、こういうジャケットって表地の生地が1枚1層っていうんですね。裏地があって2層、これがひっついて1つの生地に見えてるんです。
ですけど、実は表地と裏地がひっついて2層になってるんですよ。ここまで意味わかりますよね。これダウンジャケットとかでも同じ理屈であるんですよね。表地、そしてダウンの生地、ダウンですね、で裏地ってあったりとかして、これの場合3層って言ったりするんですけど、ダウンのジャケットの場合は3層ではなくて2層になるんですね、この場合は。っていう風に洋服って重ねた枚数のことを層って言うんですよ。でこれで天狗ってちょっとおかしくないですか。天狗ってあるんやろな。実はゴアテックスとかって皆さんご存知の完全防水完全防風、しかも試験もきっちり取られてるし、あのロゴがあるだけで水戸黄門の勲章ぐらいの勢いあるじゃないですか。あ、これがあるとゴアテックスすごいですよねってなるんですけど、あれはしっかり検査が行われてて、絶対に防水でどんな角度から水が入ってきても雨が浸透しないっていうところが検査されてるんですけど、あれは酸素なんですね。でこっちの図あるみたいに表地があります、裏地が一番下、真ん中何かなっていうと、この真ん中のことをゴアテックスって言うんですよ。だからゴアテックスって表地の一番上の生地でもないし、一番下の肌に当たってる生地でもなくて、この真ん中にあるメンブレンっていう、要は薄いフィルムみたいなのがあるんですけど、これによって雨を通さない、風を通さない、やけど中の湿度だけ通すような小さい穴があるっていうことなんですけど、同じ防水ジャケットでもこのシリーズに関してはハイベントっていう、まあノースフェイスが作ってるやつですけど、これは 2.5 層なんですよ。どこに点5入ってんねんって話なんですよ。3は分かるけども、2点5の点5はどこにあるのっていうと、表地、実はこの真ん中に何も入ってない、裏地2層になって、最後にこの肌に当たる部分にポリウレタンのスプレー状のやつを吹きかけてるんですね。さーっと吹きかけてるんですよ。でそれをやることによって、その天狗っていう、要は生地でもないけど、まあ、スプレーで生地っぽくしてる状態のものが年月とともにボロ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 剥がれてきるんですよ。だって生地じゃないから、もうスプレーみたいなもんやから。あ、そう、なるほど、それで防水になってんのかと。だから物理的に言うと、表地は雨とか嵐の日っていうのは濡れてるんですね。ただ浸透してこない理由って何でいうと、この 0.5 のスプレーによって雨が入ってこないようになってるんですよ。でゴアテックスとかは真ん中のメンブレによって入ってこない。なるほど、そういうことやってんやと。でじゃあこの 2.5 層に関しては劣化するよねっていう話なんやけども、なぜポリウレタンは劣化するんですか、劣化せえへんのがええじゃないですかってなるんですけど、特に日本は向いてないんですよ、このスタイルっていうのが。なんでなんかっていうと、このポリウレタンっていうのがすごい空気中の水分に反応して分解が始まってくるんですよ。要はせっかくこのピタッとひっついてるのに、空気中の水分を吸うことによってすごいボロ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 分離が始まってくるんですね。これ分かりやすい例で言うと、スニーカー、あの皆さん大好きなスニーカー、こういったエアーが入ってるやつっていうのは、ここに実はポリウレタンが入ってたり、エアーだけじゃなくて、ここの下のソール自体にも柔らかくするためにポリウレタンが入ってる時があるんですね。そういうのはもうボロ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 、なんかたまにねボコボコって外れるんですよ、5年とか10年経ったら。ただこういったターミネーターもおそらくそうやと思うんですけど、こことかはふにゃふにゃした柔らかさはないんですね。だからまたポリウレタンが実は使われてないので、実はこのソールだけは分解しない。ただこの接着面に実はポリウレタンがついてるから、接着面が外れるってこと、パカッて外れることあっても、また液剤でガチャってひっつけたりするっていう、ちょっとスニーカーチャンネルみたいな話になってますけども、まあ、そういうのってよくあると思うんですけど、洋服も同じような形で空気中の水分に反応するってことはですよ。ちょっと話戻しましょう。僕がクローゼットは閉めない、除湿機を設置してる、ちょっとつながってきますよね。あれ、確かに水分があかんって言ってたよね。ってことは除湿で湿度を下げる、要は空気中にある水分を下げていくと劣化は下げれる。だからこれ 3,4 年経ってるけど全く劣化しないっていうのは、一応それは対策はしてるんですよ。でクローゼットに関しても、閉め切ると湿度ってどうなります、上がりますか下がりますか。僕もともと学校の先生やったっていうこともあって、ちょっとあの問題出してますけども、閉め切っちゃうと上がっちゃうんですね。湿度ってどん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 上がってくるので、クローゼット開けて風通しを良くしてあげることによって湿度がグーって下がってくるよね。梅雨時期でもそうじゃないですか、部屋の窓全部閉め切っちゃってずっとおったらムシムシしてくるけども、ちょっとパッて開けてあげたら風が入ってきて涼しくなったりするっていうのと同じで、気温は全く変わってないんやけども、20度やったら20度のままやけど、湿度が高いかどうかによってあーすーっと思ったりとか涼しいと思ったりするのって、人間も同じようにポリウレタンもそれに反応してくると。だから日本の高温多湿っていうのはすごい、こういうポリウレタンを使った製品って向いてないんですよ。なので例えば海外、アメリカとかハワイとか、そういうところで湿度の低いところで保管するともうちょっと持ちが良くなったりするっていうことがあったりはするので、そういう構造で劣化せえへんやということが、一応再確認おさらいにはなったかなと思います。じゃあこれ見てられてる方でも、確かに3年で劣化しました、ともすれば2年で劣化しました、ともすれば10年持ってます、そんな人らもいてるんですよ。でこれは使った分なんかなと思うんやけども、これは完全に環境です。使った回数っていうのももちろん関係はあるんですけど、特に何が関係あるかというと、この地肌が見えてる部分、こことかに、この首のとこに当たると皮脂っていう汗とかの水分がここに付着しますよね。よりここが反応して分解されてくるんですよ。で手首なんかもそう、手首なんかもこの汗とかがピチャってひっついてくると、特にこの腕のところだけが劣化してきたりするってことなんで、まあ、着用の回数っていうのももちろんそうですし、僕一回も着用しないので劣化してないっていうのもあるんですけど、一回も着用しなくてもこのままほっとけば必ず劣化してくると。だからいやいや、ノースフェイスさんに偉そう
に言って結局劣化してへんかって自分守るためにお前言い訳しまくってるやないかいってなるんですけども、これは劣化します。これ僕がなんて言おうがニコニコしてようがニコニコしてさかろうがどっちにしても劣化するんですよ。なので現時点の 3,4 年経った結果ではちゃんと除湿機を置いてクローゼットを閉めないで、風当たりのいいとこっていうかその風通しのいいとこにしておけば 3,4 年はこの環境では持つよねっていうスタイルです。ちなみに保管してる場所にもよると思います。僕2階で保管してるので1階で保管するとより湿度は溜まりやすいので1階の方がちょっと悪かったりするかなっていうのもありますし、もっと高層階に行けば行くほど湿度って溜まりにくくなってくるじゃないですか。ってなったらもうちょっと長くも保管できたりするかもしれないっていうところになってますので、やっぱり環境が大事で、できる対策としては3つ。まず除湿機を置く、もしくはエアコンとかの除湿機ドライをかけるっていうのが1つで、2つ目っていうのがクローゼットはもう開けっぱなしにしとく、閉めないっていう状態にしておく。で3つ目っていうのが何っていうと着ない。着ると劣化するから着ない。例えば着るにしてもこういう例えば首元出さないとか袖もロンティーとかにしてあんまり地肌が当たらないようにして汗とかかかないように汗とかをつかないようにしてあげるっていうところで、マテンジャケット着いひんってどういう発想ってなるんやけども、まあそういう風な形で着るにしても対策してあまり水とかこう水分とかがいかないようにしてあげるっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思います。そのフューチャーライトにちょっと行きたいんですけど、このハイベントシリーズはこれ分かったと思うんですよ。でこのシリーズのやり方っていうのは基本的にパタゴニアの H2 ノーとかも一緒です。だからレイヤーを見た時に 2.55層って書いてたら大体おかしいんですよ。生地に 10.5 なんかありえないんですね。1枚なんですよ。それがナイロン使ってようがポリエステル使ってようがコットン使ってようがウール使ってようがシルク使ってようがとりあえず1は1なんですよ。 10.5 っていうありえへん数字っていうのはもうスプレーで吹きかけたってことになるんですね。スプレー状のものでって考えたら、これはノースペースだけじゃなくて例えばコロンビアのオムニテックとかパタゴニアの H2 ノーとかそういうところっていうのは基本的に 2.5 になってくると劣化してくるよねっていうところがね、分かるんじゃないかなと思います。でフューチャーライトなんですけど、これね3となってるんですよ。なるほど。これでも3でも騙されたらダメですよ。さっきのゴアテックスの話じゃないけど、表地があります、裏地があります。この間にフューチャーライトが入ってあればガッチャンコされてるから基本的な劣化ってありえへんじゃないですか。ただ表地があります、裏地があります、一番肌に当たるとこがフューチャーライトですってなってくると、同じ3レイヤーでも劣化する可能性っていうのはあるよねっていうのは、まあなんとなく分かってくるじゃないですか。って考えた時に、これは一応間に挟まれてるっていうのが、生地見た時に表地は例えばナイロンですよと、で裏地に関してはポリエステルかなってたとした場合、それで3層ってなったら間にフューチャーライトが入ってるから劣化してこないのじゃないかなっていう推測ができるかなと思います。まあ僕自身もこれ実際劣化はしてないんですよ。こういった形で劣化とかしてなくて、多分劣化する前にこのテープが剥がれてくるでしょうね。 CM テープがちょっと劣化しだしてるので色味がちょっときなりっぽくなってきてますけども、まあ、これは多分ゴアテックス使ってても CM テープが剥がれてきたらもう修理しちゃならんので、修理はね対応ができるんですけど、この 2.5 層シリーズって修理できないんですよ。もう一回その 10.5 がボロボロ剥がれちゃったら終わりなんですよ。もう一回ちょっとスプレーうちのかけかけやってくださいなんて言ってもそんな対応ないんですね。だからまあその場合はもうそうやって劣化になる。でも逆に考えたらちゃんと保管しておけば、それこそまあ4年とか5年とか、まあ、毎日着てないから何とも言われへんけど 4,5 年持つんやったら2万円って全然コスパ良くないって思う方もいらっしゃるじゃないですか。だからそこは自分でこう考えて、これやったら俺は全然ありやな、これやったらそんな俺なしやなとかっていうのを、まあ、皆さんがこう判断される材料の一つとしてね、知っといてもらえたらいいんかなっていうことで、今のところ検証結果としては劣化してませんっていうのが正しい結果になってます。 3,4 年前にこれ劣化しますよと、まあ、3,4 年後またちょっと見てみましょうよなんて言ってたけども、じゃあ次もう一回 3,4 年寝かせましょう。ほんで寝かした時にパッて見てみた時に、ほらやっぱ劣化してたでしょっていうか、ノースペースさん大変申し訳ございませんと、全く劣化しておりませんと、企業努力に感謝いたしますって言うかもしれないし、まあ、そのあたりは理論上は劣化するけども現実がどうなんかっていうのはまだわからないので、僕の場合この保管状態でおそらく着ないと思うんですよ。またで 3,4 年迎えた時に本当に空気中の水分だけで劣化するのっていうのがどれぐらいの期間かかるんかっていうのもまたお伝えしたいなと思いますので、楽しみにしていただければな。ということでね、実際マークったノースペースのマウンテンパーカーは数年経った結果どうなったかという動画を撮らせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。